大晦日に出会ったスーパーでのなごみ。うまく文章化できなかったので、箇条書きでごめん。スーパーの食料品コーナーで、背の高い外人さんに遭遇。背でっかいなぁと思いつつ、私と一緒に来ていた母は、お惣菜とパンのコーナーに移動。しばらく母と物色していたら、また、例の外人さんと遭遇。お惣菜とパンの商品に、半額のシールを貼る作業をしている店員さんをじーっと見つめる外人さん。店員さん、半額のシールを貼ってるもんだから、数人のおばちゃんに囲まれている。外人さん、店員さんに何か聞きたいのかなとも思ったけど、一人の女の子が、外人さんのそばに行って話しかける。親しそうな話し方だったから、多分娘さんかな？あのおばちゃんたちみたいに、商品に、半額のシール貼ってください。って言うたらええやん。でも、断られたら悲しいでしょ？どうやら持っていたお惣菜か、パンに、半額のシールを貼ってほしかったらしい。が、お父さん、外人さんは断られたら悲しいという理由で遠巻きに見つめていたとのこと。外人さんの理由が可愛くて和んだ。オーストラリアの現地ツアーで、日本びいきな英国人夫婦に会った。旦那さんは、私が日本人だとわかると。東京に行ったことあるけど、最高だったよ。そして、席を外していた奥さんが戻ってきたら、この子、私日本から来たんだって。それを聞いた奥さんは、あら、そうなの。私たち東京に、RY。と、旦那さんと同じように超笑顔&興奮。その後、東京での思い出話を始めた。地下鉄が街中を網羅していて、駅構内はバリアフリーだし、何より暖かい座席が素晴らしい。道で地図を広げれば、すぐに誰かが走ってきて、英語ができなくても親身になって教えてくれる。だから、私たちは日本にもう一度行きたいんだ。その後、他のツアー参加者と話していても、東京は東京は、と大絶賛。私は、東京に行ったことがないから、東京のことは全くわからないけど、東京の人たち、ありがとう。おかげで心が温かくなったよ。東京駅の丸の内口降りると、オフィス街だけど、千代田のお堀もあるので、トランク抱えた外国人観光客をたまに見かけるのね。ある日、仕事で東京駅に行こうとしてたら、クリスマスも近いのに、半袖短パンの白人のおじさんが、夢中になって地べたを写真に撮っていた。すぐそこにもっと絵になる皇居があるのに一体なんで？と思って声をかけたら、マンホールを撮っていたんだそうだ。雨水とか防火用水とか書かれているあれだ。扇があしらってあったり、東京都のマークのことだと思う。漢字が書かれていてクールだよとも言っていた。これから浅草も見に行くと張り切ってたな。いい旅をと言って別れたが、少し和んだ。 BBC のトップギアという車紹介の番組で、日本で新幹線と車の競争という回があったが、その中で日本のマンホールを見て、こんなに芸術的なマンホールを見たことがあるかみたいな会話があったな。そういや、海外の日本人が多く泊まる宿に泊まった時、たまたま一人旅の外国人がいて、日本語で話しかけてきた。答えたら、バーってなって、すごく嬉しいです。僕の日本語おかしいですか？って聞いてくる。なんで？ちゃんとわかるよ、おかしくないよ。私の日本語もわかるでしょう。と答える私。いいえ、僕はこのホテルに日本人客が多く来ると聞いたので、勉強している日本語を試してみたくて来たんです。そしたら全くわからないのです。ラウンジを覗いてみたら、名古屋人の3人連れが談笑していた。彼にもあの時の日本人客にも悪いが、あれほど笑ったことはない。いい思い出である。私も、ディープサウスでは、当たりで話されてる言葉が、英語だとはとても信じられなかった。びいきじゃない。だが和んだから書くぜ。参拝に神社行ったら、屋台でケバブがあったんだよ。普段参拝に行ったら甘酒だけと決めていた私だったんだけど、昼時だったし、友達も重いものを買ってたんで、
何か腹にたまるものないかなと屋台の通りを歩いてたら、ケバブ売りのおっさん、お兄さんの、おいしいよ、辛くないのもあるよという客引きにつられケバブに並んでみたんだ。屋台の3人とも客寄せのためか片言の日本語、大声でおいしいよ、おいしいよと言ってるんだけど、そのアクセントと言い方につぼった私は胸ギュン。トルコ人のおっちゃんって愛嬌があって可愛くてたまらないっすね。辛いのと注文すると呪文のように辛いの、辛いのとか歌い出されて創作曲だろうな。もう狙ってるとしか思えねえくらい可愛いおっさんたち。着物での参拝が少ない神社だったため、私の着物が珍しかったのか。ケバブできるまで肉切ってたおっちゃんが凝視してくる。仲間に何かトルコ語？って話し出す。3人が私を凝視。また、トルコ語での会話を始めてしまった。着物トークだったのか。トルコ語で話し終えると、また呪文のような日本語での客引きが始まり、飽きるまで遠目で見ながら和ませていただきました。トルコ人のおっちゃんは可愛い。可愛いは正義で FA。サポセンで管理やってるからモニタリングとかしてるんだけど、去年の春のうちのベテランエージェントと、現地サポエージェント、対人日本語微妙に上手の話が面白かったので、おば、ではパソコンを再起動して接続確認をお願いします。タイ、はい、ちょっと待っててください。おば、あ、でタイさん、今年のソンクラーンのお休みいつから？タイ、え、あ、はい？おば、タイにお水かけるお祭りあるでしょ？今年は会社お休みしますか？タイ、あ、ちょっと待っててください。から保留からうちの会社は、日から日までお休みです。おば、ありがとうございます。先日オウテイ殿下がお亡くなりになったとのことですが、お悔やみ申し上げます。お休みが中止になると伺ってましたが、ヒアリングできず。タイ、いえ、お気遣いいただき本当にありがとうございます。日本の皇室の方からもお言葉をいただきましたが、日本の国民の方にもお心配りいただき、私はタイ国民として感動と感謝を申し上げます。おば、とんでもないことでございます。再起動後の動作はどうですか？タイ、大丈夫そうです。ゴールデンウィークは日からですか？それまで、片言とシンプルな日本語なのに、いきなり敬語で流暢に会話してるのに、双方普通で面白かったです。タイのエージェントさんは、英語対応者には、きつくて何人も泣かせてる人ですが、子さんおばちゃん曰く、日本の企業にいるからね、日本語はちょっとわかるし、それで対応できればみんなすごく優しいのよ。英語で喋るとみんな怒るの。怒って話さないと優しくならないのだそうです。何年か前にメキシコ行った時、とあるこじんまりした町を友達日本人女と歩いていたら、いきなりおっさんが駆け寄ってきて、友達の手を握り、クアワットセドルフトズフジコゼロダス。私はスペイン語がほとんどできないので、何を言っているか全然わからず、友達こっちはペラペラが少し話をしてその場を立ち去った。後で聞いたらかなりなまった英語で、日本人か、おお、ぜひ俺の家に来てタコスを食べて行ってくれ、ぜひって言ってたらしい。東洋人が珍しいアンドラテンの国らしく、道行く女性を美醜問わずニコニコと見つめて声を投げかける風習があるお国柄なので、女たす東洋人たす、さらにそれが二人連れという理由で、外を歩くとこちらの意図に関係なく注目の的になってしまう。東洋人が珍しいと言っても、首都に日本人が集まる宿があるくらい旅行者は多いんだけど、多分その街が観光地ではないせい、メキシコはたとえホテルの人間でも英語があんまり通じないことが多かった。あ、安ホテルばっかり泊まってたからそうだったのかも。いいホテルはわからん。それなのに、スペイン語はわからないだろうと気を使って。ブロークンな英語でまくし立ててくれた、あのおじさん、元気かな？そこは市場だったんだけど、ドラゴンボールの、おそらくパチモノのフィギュアというか、おもちゃっぽい人形を売ってた。